おはようございます、黒みつばです。ということでダルタニャンが重心化回しました。おめでとう。はい、ということでまあ私ですね、すごく今日ダルタニャンが重心化しないだろうなと重心化回しないだろうなと思ってまして、明日だと思ってたんよ。明日に、まあ、目玉キャラもう一体とダルタニャンかなって予想してたから、普通にね友達と飯食ってて、酒も飲みながらねツイッター開いたらダルタニャン重心化回と書いてありまして、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、なのでねお酒飲んでてちょっとあのスパイファミリーの夜さんがワイン飲んだ時ぐらいは、滑舌が終わってるかもしれないですけど、まあまあ、ダルタニャンはねやっぱ自分にとってはもう本当に思い出深いキャラなので、今回は紹介していこうかなと思います。はい、ということでまあ見た感じねすごいあれだね、乙骨水バージョンみたいな感じに見えますね。まあ SS はさすがにね乙骨ぶっ壊れてるんで、まあそこは比較対象にはならないですが、まあアビリティ友情コンボ線形どこを取ってもまああの今ねめちゃくちゃ強いと言われてる乙骨にかなり、似たようなスペックになってるんじゃないのかなと思います。まあただやっぱりねその強い反面ネックになってくるのはコネクトですね。ここの条件がねやっぱ聖騎士のキャラ2体以上プラス自身と戦型の異なるキャラ2体なので、まあ、聖騎士を2体積んであげるかもしくはバランス型以外のキャラ2体積まないといけないので、やっぱり今超バランス型っていうのがね覇権握ってる戦型の中ではね覇権を結構握ってる状態なので、まあそういうところを考えるとちょっとまあダルタニャン自体は強いけど他のところで足引っ張られる可能性はあるかなっていうキャラだなと思ってます。はい、ということでまずはシュリンガールで使っていこうかなと思います。一緒に使うキャラはこちらシャーロック・ホームズです。まあこちらのキャラね、戦型が、ダルタニャンとは違うのでコネクトスキルね2体積んであげればクリアできるよっていうところで今回は連れていこうかなと思います。まあ同じダメージウォールマインスイーパーですし非常に相性のいいキャラかなと思います。ということでやっていきましょう、レッツゴー。まあ殴り性能は間違いないからね、超バラついててファストキラーで、前超枚数得ると超ダメよでしょ。だから殴り性能は間違いないから、あとは友情コンボだね。鋭角になったことで3方向がどれだけ強くなったかっていうのがめっちゃ気になりますね。まあパワードライブは安定だね、安定して強い友情コンボだよね。やっぱアルセーヌで新春限定ってなった時はそこまでめちゃくちゃ強いって言われてなかったけど、なんやかんやでこの友情コンボはねその一手抜けとかその低難易度で目指す上では、まあ、そこまでかなとも思う友情コンボだけど、高難易度とかで連れていくとねやっぱり乙骨とかもそうだけどめちゃくちゃ優秀だよね。あ、めっちゃ跳ねた。あーいいね、いや鋭角だわこれは。確かに間だいぶ狭まってる、だからボスとかに対してはかなりダメージ出せるんじゃないかな。うん、超バラだしね、属性倍率乗ってるクエでは友情コンボはめちゃくちゃ強そう。うわー強っ、マジか。普通に貫通で紋章とかなしで落とせるんだもんね、ハトホル。結構いろんなとこのワンパンラインとか更新してくれそうだねこの感じだと。あとは普通にホームズが強えわホームズも優秀だよな。いやー、ハートホールがこんな簡単に落とせるようになるなんてねマジで想像できんかったわ。普通これってね貫通制限だから反射のキャラで倒してねっていうキャラではあるんですけどね、全然余裕で全然余裕でワンパーしてるもんな。いやでもね俺どうしても言いたいことがあるんよ。ボイスが神飾るタイヤに似ててめちゃくちゃ好きなんよね俺。正直モンストのキャラの中で一番好きなのがうつよ、神飾るタイヤなんよ。神飾るタイヤのボイスも、イラストも何もかもが本当に好きなの。だから今までやっぱりモンストやってきてねいろんなキャラ見てきたけど一番イラストのいいキャラはやっぱ未だに神化ダルタニャンだと思ってるし、まあこの重心化界ダルタニャンを前にして言うのはあれだけどねまあそれでもなおやっぱ神化ダルのイラストってのは本当に完成されてたから、まああれを超えるってのはねまあ無理ゲーではあるから、まあまあイラストはねやっぱ神化の方が好きではあるんだけど、まあボイスを結構似させてきてくれたのはすごい嬉しいね。
みんなは一人のために一人はみんなのためにまでは一緒なんよ。そうそう、 SS 打てるようになったら早く打ちたいよ。あ、そっか、こいつチャージも持ってんだ。チャージ持ってるのは結構偉いな。普通にね、結構舐められがちなアビリティではあるけど、強いからね SS ターンチャージ。友情コンボも強えな、殴りも強えな。だから本当に壁はコネクトだけだね、このキャラは。まあだからコネクトがこれだから許された性能ではあると思うんだけど、本当にそこだけ。殴り強すぎだろマジで。おかしいって今の削り方。てか最近無惨縛りでシュリンガーラ出したばっかりだから、それで感覚狂ってるだけかもしんないけど、マジで強いね。もうこいつの SS もぶっ壊れてんだけどな。それで言うと、あー頭おかしいわー、狂ってるわー、好きだわー、ほんと。あ、でも鋭角って言ってもなんかボスの弱点1点狙いみたいにはならないんだね。なんかもうちょい、もうちょい重なるかなともちょっと思ってたわ。イカレだろ。この火力はイカレだろ。マジでいい殴りキャラだな。で一緒に組み合わせるキャラ次第だな。でもギミック的に言うと両方ともネオいけるんか。まあ SS ターンチャージあるから、反射の方、砲撃型の方は毎ターン SS 打てると仮定して、まあオールアンチだからもちろん使えるでしょ。で、貫通の方もね、ワープを持ってるからギミック対応あるし、なんかだから結構ネオと組み合わせて使うのも全然悪くなさそうだね。 SS 打ってみますか。みんなは一人のために聞きます。あー久々このボイス大好き。もう神カダルは本当に思い出の一体だからね。昔ね、それこそなんかお手伝い配信みたいなやつやったんですよ、超究極の。その時にあの高杉っていうねクエストが、めちゃくちゃ難しい、あれは銀玉コラボかの高杉っていうめちゃくちゃ難しい超究極があったんですけど、そこでねそれこそダルテニャン使ってて、俺のダルテニャンね失神持ってたんですよ。失神ダルテニャンでマジで強かった。もうボスを失神させまくってターン稼ぎまくって勝つみたいな、そういうダルテニャンがねマジで好きだったね。バック打っとくか。まあ、遊撃持ってないからな、友情コンボも。めちゃくちゃ優秀だよな。よし、引っ張りましょう、鋭角を。ストライクショット。いや、でも嬉しいな、強いダルタニャンで帰ってきてくれたっていうのが、まあ、何より、うわ、強っ。いや、ちょっと今、どっちが強かったか分かんない。ダルタニャンの友情が強かったか、多分、ホームズの殴りだと思うけど。めちゃくちゃ強かったね。ダルタニアン重心化の時ってさ、結構微妙な感じで重心化しちゃったの。なんかあの可でもなく不可でもなくみたいな、そういう重心化の仕方しちゃったから、すごいもうちょい遅ければすごい強いキャラになってくれたんだろうなとか思ってたからさ、この性能で帰ってきてくれたのはマジで嬉しいね。さあということで続きましてレクイエムですね。まあこちら、スタノーと組み合わせて使っていこうかなと思います。まあ本当はカウンが良かったんだけどね、俺重心竜がなくてさ、カウンが重心化解できなかったんだよね。ほらもう水がね0個なんよ。もうなんかの企画の時にね、めっちゃスライドさせまくって、確かあれだね、重心化大成功の時にめっちゃ水のやつ使っちゃって、それで未だにないんだけど、まあまあ今回はちょっとスタノーで我慢していただければなと思います。ということでいきましょう、レッツゴー。なんかめちゃくちゃスタノーに申し訳ないこと言ったな今。いやー嬉しいな、ダルタマジで強いな。なんかクエストが今後出てほしいね、いっぱいダルタの強い。まあさすがにね3つアンチアビリティ対応してるから、まあ出るとは思うんだけどね。まああとはあれだね、結構今回はちょっとねダルタの強さをお見せしたいっていうところで使ってはないけど、あれだね、あいつと組み合わせてもいいかも。ネオ
ネオの、砲撃型の方と組み合わせてもしっかりコネクト発動するし、あとは あれだね、オーランチエセスネオが持ってるんですけど、あれがターン数6ターンなんですよ。なのでこのダルタのねコネクトで持ってる SS ターンチャージ絡めてあげることによって、ダルタの SS 毎ターン打てるようになるからね、まあ、そこら辺考えても、まあ、相当相性のいいキャラじゃないかなと思います。うん、まあ普通にネオが加速状態になってダルタの殴りもサポートしてくれるし、ダルタ自体もねダッシュ持ってて、あのネオのリフレクションリングいっぱい引っ張れるからね、うん、すごい相性のいい2体じゃないかなと思いますね。ここはあえて反射のパネルを全部踏んでダルタの強さをお見せしようかな。いやーこれ結構えげつないことになると思うよ。殴りいけ、やばい普通に強いんだよな。まあでもよかったわ、なんか下手に友情キャラ、まあ友情もちろん弱くないんだけどさ、そのなんか砲撃型と比べられるような、ちょっと待って、いやちょっとなんでもないなんでもない、普通に友情めちゃくちゃ強かったわ変に友情キャラにならなくてよかったねと思ったけど、全然友情も強いわ。まあ本当に水盤乙骨って感じだね。まあ乙骨は SS がずるいからね、まあさすがに乙骨には並べないとは思うけど。さあということでボス戦ですね。まあこれとかはもう普通に一殴りでいけちゃうんじゃない、こんなめみっちい魂みたいなやつだよね超マイスイだもんね、そりゃそうだよね。ここで削って次ダルタの殴り見たいな。いけるかな、あいたいたいた、オッケーオッケーオッケー、これでレクイエムの投下が解けるのでダルタの殴り見ましょう。いやこれ横上がりしたら相当強えぞ、ファストキラー乗るし。ファストキラーってマジでずるいんだよな、実質なんだろう、バイタルキラーとかいろ、あーごめんちょっと薄すぎた過信しすぎたわ、なんかバイタルキラーとかいろいろあるけど、そういうの含めてもやっぱ発動条件が相当緩いからね、カウンターキラーとか含めても、なんか全属性キラーにかなり近いアビリティな気はしてる。まあ、もちろんね殴りのターンしか効かないのはあれなんだけどね。じゃあここでちょっと SS 打ってみますか、横下がりでストライクショット強一瞬で解けた、2段階目自強がどんくらいもらってんだろう、わかんねえ、3倍ぐらいあるんじゃないかな、2、3倍、2は絶対ある。やっぱちょっと待って思ったより飛んでたわ、いや SS なくてもこれ終わるんじゃない、普通に立て込んで終わるよねこんな。あーダウンしてたか、さすがにダウンしてたから無理か。わーいはい、ということで今回は重心抱えダルタニャンの方を使っていきました。まあめちゃくちゃ優秀なキャラでしたね。まあ間違いなく今後ね、水属性の強キャラとして使われていくのは間違いないと思いますし、まあ持ってる方はねぜひ大事にしてほしい一体だなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒三つ葉でした。